金髪の白人美女の人物写真人物写真とは人物を撮影した写真作品のこと。ポートレート、ポートレートとも呼ばれる。愛馬、ウラヌスと共に写る西武一のポートレート。歴代校長の肖像写真。特段、写真を趣味としていない人が写真を撮る場合、家族や友人の人物写真であることがほとんどであるように、カメラマンもプロもアマチュアを問わず、 人物写真を撮影することが最も多いと言える一般的な写真形式である。人物写真と呼べるものは、例えば家族の写真、団体における集合写真、雑誌等の表紙や記事のための肖像写真、お見合いのための写真、著名人、有名人のブロマイド、証明写真、警察による犯罪者の写真など、極めて多岐にわたる。 これらはいずれも美術作品としても成立しうるし、単なる記念や記録の品としても成立しうる。天皇の写真の場合、崇拝の対象となって、御神栄と呼ばれた。崇拝の対象としての写真は、他にも天安門広場に毛沢東の写真が掲げられている例などがある。芸術写真としてのポートレートは絞りを開いたり、望遠レンズを用いて、被写界深度を浅くし、 背景をぼかして主役を浮かび上がらせる手法を用いることが多い。人物写真の中でも最も美術作品としての色彩が濃いのはセルフポートレート、自分で撮影した自分の写真。自分が一人で写っていることは必ずしも必要ないが一人で写っている作品をそう呼ぶ場合の方が多い。例えばセルフタイマーで撮影された家族写真を セルフポートレートと呼ぶことは稀である。セルフポートレートは自分を用いることから最も表現としての自由が利き、写真家の個性が出ると言われることがある。日本人写真家によるセルフポートレートで有名なものに上田正春と森村康政の作品がある。特に校舎は化粧等により女性を含む他人や物、絵画の一部になりきった自分を撮影した作品群である。 シャッターを本人以外が押していることから撮影者が一体誰が誰が撮影した写真作品なのかという問題もはらんでいる人物写真の撮影における失敗の典型例としてギロチン、目指し、串刺しと呼ばれるものがある背景にある柵やベンチ道路などのまっすぐな横線が主な被写体である人物の首を横切るような構図をとることを処刑用具になぞらえて ギロチンといい、また人物の目を横切るような構図を取ることを日物の目指しになぞらえて目指しという。さらに背景にある標識のポール、柱などのまっすぐな縦線がその人物の脳天に突き刺さっているような構図を取ることを串刺しという。人間は目で見ている風景をたとえファインダー内に映った二次元映像であっても三次元で捉える習性があるため特に カメラ初心者は撮影中に気づかないことが多い。実際にプリントされた写真を見る場合には、比較的多くの閲覧者が早い時期に気づく。芸術写真の場合には、作品全体の質を低下させる要因となる。ありがとうございます。